はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドボディの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドボディ絶滅モード2024年10月28日の週ニューヨーク2面を攻略ということでね、まあ、ニューヨークの攻略動画サクサクやっていきたいなと思います。で、まあ、ニューヨークはこのゲームの一番最初の都市のステージとなりますので、まあ、1面2面3面とかはね結構みんなやり込んでいる感じで簡単だと思うんだけれども、まあ、絶滅で相当難易度は上がっているので、まあ、よかったらね攻略の参考にしてみてください。でまあこんな感じでいくんだけど、この面の肝は一番最後のホードでスティービーを時間内に守ることができるかということだと思います。あそこでやられる率が一番高いんじゃないかなという印象です。それ以外のところはね、まあ丁寧にやっていけばなんとかなるかなという感じだけど、まあ気をつけなきゃいけないところはもちろんあるので、その辺をねよかったらおさらいでも参考にでもしてみてください。で最初はここになんかファイルとフォルダードキュメントとかがあったり、ここにグラーカーがいるのでね気をつけましょうぐらいですね。でまあゾンビとかは音を立てないようにもちろん行って進めばいいかなという感じです。ヘビーウェポンとかねここに落ちてたりするので必要な人は取っていきましょう。でスイッチを入れて、もし外にゾンビがいっぱいいるんだったらこの檻を開けないでやっつけてから開けるというのがまあいいとは思います。いないんだったらまあ部屋の中、左奥の部屋の中にいるのでいっぱい、それをやっつけるつもりで進んでいけば大丈夫です。で私は今回ドローンマスターでやってきました。でドローンマスター絶滅モードだとすごく有効で、なぜかというとドローンをつけた人にゲロ無効の効果をつけるというのがあるんですね。それをつけておくとそのゾンビに感染させられても、それドローンがついてる人は感染が治るんですね。なのでドローンマスター2人、このパーティーの人たちは結構なんか一生懸命やってる感じで、ドローンマスター2人入れてゲロ無効にしていこうみたいな感じで攻略法をいろいろ考えたりしていたので、私がね今回はドローンで出てきたという感じです。なのでドローンマスター2人いれば、まあ、パーク構成にもよるんだけど全員に4台ドローンがつけられるようになるので、まあ相手の感染が、あやったマルチバレル私これ大好き、マルチバレルさえあればなんとかなる、世界を救うことは可能だ。まあということでフロアのスイッチを全部入れて、まああれですね、ゲートを進んでいこうってことなんだけれども、もしそのフロアの進み方に迷ったら、まず部屋の中をゾンビがいるんだったら殲滅して、でそこのスイッチを入れて、で手前の部屋とかその出口に近い方のスイッチを入れていくという順番がいいとは思います。最初にこっちの方入れちゃうと奥のゾンビたちに足止めされてスイッチが時間内に押せないとかあるのでね、一番奥のゾンビがいっぱいいるとかそういうところからスイッチを入れていくという感じがおすすめです。まあでもここまでは特に問題ないよね、はっきり言って。多分最後のホードのところまで問題はないと思うんですけれども、まあ一応解説はしていきますね。でここではまあバッグは一応余ってるならもう1個もらって、でドローンをみんなにつけていきたいんだが大丈夫そうだね。でここはタレットがもしあるんだったら置いてもいいし温存してもいいしという感じですね。あでなんで彼はあっちにいるんだあれは一体何をやってるんだ、あそこで迎撃するつもりなのかな。あそこはでもね、あのトンネルからゾンビがパラ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 やってくるので、結構こっちのホードを迎撃どころじゃなくなっちゃう場所だと思うんだけど、まあ大丈夫でしょう。私はドローンマスターだけど、まあ2人いればここは迎撃可能だと思うので、火力系だったらね多分ゾンビ殲滅は簡単にできちゃうと思うので、これでいい。さっきの人がいたからスイッチ入れちゃまずいよねあやっぱり追っかけられてるよねああなるので普通はあそこにいないんだけれども、以前だったらねあそこそんなに出てこなかったからまあ大丈夫だったかもしれないけど、湧き方がかなりえぐくなっているので、ああやって強ポジじゃないけどなんかちょっとユニークなところでもいきなり後ろからなんか囲まれるみたいなことありうるからね、気をつけましょう。それではまあ良さそうなのでスイッチあそこで遊んでるぐらいならいけれるよね。よし、ゴー。ここはまあなそうね、来たやつやっつければいいって感じだよ後ろから来るのにね気づかないで殴られちゃうっていうのだけ気をつけましょうぐらいだよね。これでいい？どこ行った？あ、いた。オッケー、ナイス。スクリーマーも、あ、ナイス。こいつらは、まあ、登ってくるところをやっつけるのが一番簡単かな。来る途中のやつをやっつけてるとこうやって何匹か登られちゃったりするので、まあ、登ってくるやつを丁寧に迎撃していきましょう。で絶滅モードは弾数が少ないので弾切れにね注意しながら無駄弾を打たないようにしていくというのが大事です。バン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 軽快に打ちまくっているとすぐなくなっちゃうという感じだね。こんな感じだねまあでも山崩すぐらいは十分弾数あるもん、あぶらぶらぶらあるので
したら補充して、で補充する頃になると後ろからゾンビが湧いたりもするので気をつけてください。で反対側はヘビーエポンあればヘビーで撃ってって感じでやっつけていけばね、まあ一人だったとしても迎撃可能かなというところです。ドドドドン、もういないでしょ、だってこれで終わりだよね。バババン、まあさすが最初のホードというだけのことあるよね。ボボボン、オッケー。でまあここは最後のホードのことを考えると火力系が一人はいないと最後のスティービーを守るときにボッカンボッカン撃てなくなったりしたり、火力不足、弾数がね足りないとかなったりもするので、まあ火力系ですね。ガンスリンガーでもいいけど、ガンスリンガーよりはヘルレイザーかエクスタミネーター、これがいいんじゃないかなと思います。もしくはヘビーウェポンですね、ロケランとかグレポンをちゃんと準備して持って無駄弾を撃たなければスティービーは守れるという感じになるとは思います。でドリルを使うという手もあるんだけれども、まあドリルに今回は頼らない方が安定かなという気がするので、ドリルが2つあればいいんだけど、そのドリルを押してる間後ろどうやって守るんだってことになるので、まあ、ドリルを使うなら全員でスイッチを押してる人を守ったりしなきゃいけなくなるかなとは思います。でここはまあゆっくり静かに行った方がよくて、ここでホードを起こしちゃうとすごい数来て囲まれやすくなるので気をつけてください。でこの細い通路でもしサンパーとかあれば、あの通路を封鎖すればねゾンビ近づいてこれないので、この細いパイプの上で迎撃するというのもおすすめです。でみんな来てないからまだ安易に降りないで、ちゃんとみんなを待って待って進みましょう、危ないのでね。ほら来た、こんな感じでね結構来るので気をつけてください。ドンドンと、まだ来ない、みんなどこ、あっち側から降りたのかな、あっち側にもジャガーノートとかいるときあるのでね気をつけてみてください。あ、ネズミだね、ネズミ来たね、よしやっつけたネズミが来ていた、危なかった。これでいいかな、じゃあ、あこいつら迎撃したら行こうか。オッケー、ダダダダ、大丈夫だ、よし行こう。爆破したけどまあ砲弾怒ってるよねもうでまず弾を補充して、でまあみんなで分担して、強いんだったらみんなで移動してもいいけれども、分担していくんだったらツーマンセルで左右に分かれた方が早いという感じになるとは思います。でこんな感じで今回はみんな慣れていそうなので分かれていってしまいましょう。でドアが閉められるところはまずドアを閉めた方がいいんだけれども、まあ、そこまで気にしなくていいかなって感じだね。でこれで見つからないよね。であとは隣の部屋か通路にあるんだけれども、なんかよくゾンビがいるね。あ、これかな、これだね、危ない危ない、なか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 取らせてもらえない、危ない危ない危ない、ちょっとドアを閉めよう、危ない大丈夫か、なんか言ってる、なんかやられたのかな、やられたっぽいね、なんか笑ってるけどどういうことだ、何の絵文字なんだそれ、丸々って、あーでもいいだ、あやられた、ああ向こう側に行った連中がやられちゃったかもね、どうしよう、あやられたね、あどうしよう、参ったな参ったな、怖くて出れないぞ、あっちをやっつけた連中ブースターとかに囲まれたのかもしれないね、ブースターにやられた可能性が高い。あグレポンがあるのは嬉しいが、私は今回はあれだ、ドローマスターだから、ドローマスターだったらね、あのパークで強化ペイロード持ってくることをおすすめします。これだったら最高難易度だったろうがなんだろうが、まずスクリーマーやっちゃおうね、よし確実にペイロードで仕留めていく、あーやっつけられなかった、すごいなあのスクリーマーOK、でここが一つ強ポジですね、覚えておくといいでしょう。ここで迎撃すればソロだったとしてもボットとねすごい効果力を発揮できるの でブルとかジャガーノートが来たらドローンマスターとかフィクサーは強化ペイロードを持てるので、それでねどっこんどっこん瞬殺するというのが仕事になります。ジャガーノートで3発かな、でもちょっとでもダメージ与えとけば2発で大抵倒せるので、まあすごい簡単に倒せるという感じになるよね。もしくはヘルレーザーだね、ヘルレーザーの強化グレポン3発打てばジャガーノートやっつけられるかな、まあ、2発で同じように大抵の場合やっつけられるので、まあプライマリーウェポンと組み合わせてやっつけるというのがいいでしょう。危なかった今ちょっと、まあでもドローンがあるからなんとかなるでしょう。っていうかないない死体がないね、あれ死体どこだこれ、
はい、失礼しました。やっと見つけました。私が最初に方に調べてた死体が調べきれてなかったんだね。あの仲間がやられたっていうのとかパラ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 やってきたゾンビのせいで調べられてなかったということみたいです。まあ、そしたらカード手に入れたらスイッチを入れに行って一つ降りて、そしたらこっちにメディキットがあるので、もし取ってないというならね、取っておきましょう。2人しかいなくなってしまったので、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。もちろんね、静かに行けるならなるべく静かにいて、まあ、フォードはでも怒っちゃうので、フォードが怒ったら丁寧に迎撃するという感じですね。それでも大きい音立てると特殊ゾンビの部隊がバーって来たりもするので、なるべく静かにね、行った方がいいとは思います。で、そんなに大量には来ないので、ここはまずちゃんと迎撃したい。で、一つ覚えたいのがこのコンテナの上ですね。こうやって歩いていけるので、これで階段から行ったら息が続かないところにある死体にも届くと思います。で、ここを急いで戻ればダメージなしということになるので、まあ、そんな感じだね。こんな感じで階段降りて、近くに一番近くの階段から降りて探せば、まあ、ちょっとダメージ受けたりするけど探索できるということだね。まあ、スタミナ表示がないんだけど、絶滅モードだとスタミナをちょっと回復してから行くというのが大事だとは思います。で、開けたら絶滅モードの場合は特にすぐ入っちゃった方がいいです。この後ブワーって湧いてきて結構手強いので、もたもたしているとみんなに迷惑がかかるし、ジャガーノートがこの中入ってきちゃったらもう迎撃で大変なことになったりするので、こんな細い通路、ジャガーノートのタックルのいい的なので、ジャガーノートのための通路だろうみたいな感じになっちゃって、でも最悪だね。特殊部隊来ちゃったね誰か一人が入っていない、危なかった。ボマーが入ってくるのも最悪だ。ジャガーノートで倒されたところでボマーとかねすごい連携かましてくるから。で、ここだね。まあ問題はないと思うけれども、駆け抜けていきましょう。で、特にドローマスターがあればビリ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 しびれさせてくれて突っ走っていけるの で、まず最初の迎撃はここだね。で、ボンベがあったりしたらボンベ爆破してバババッと迎撃してどんどん進んでいきましょう。チェーンソーがあるならチェーンソーブンブン振り回しながら進んでいくというのもありです。で、2つ目がここだね。あのトンネルから出てくるやつら、あ、だからロケットランチャーであのトンネルを燃やしてくれましたねあれも結構有効です。で、バババ、もしサンパーがあるならサンパーを燃やすというのが一番有効なんだけど、まあでもなんとかなるかなって感じだよね。あそこを止められればここまでたどり着けるかなという感じです。で、入ったらすぐスイッチを入れてって感じだね。で、フレンドリーファイア、狭いところになるのでフレンドリーファイアにだけね気をつけましょう。で、ここに大抵弾補充があるんだけどないね今回弾補充がないとなると私弾がない、リボルバーにしていこうかな。ブリーチングチャージもないので、ブリーチャーがあるならあそこを今のところ開けちゃって大丈夫です。メディキットを期待できるので、もしダメージがあるんだったらあそこを開けていきましょう。で、最後のところ、フォードのところもブリーチングチャージあると開けられるので、ブリーチングチャージもしあるんだったら持っていきましょう。ただ、1箇所しか開けるとこはないので、1つ以上持っていっても意味はありません。うわ、殺傷。いや、マルチバレルの方がいいな、私。殺傷あったよ、誰か。使ってくれ。火力はこれで十分だ。これ何？あ、いいね、バンテージ。じゃあ行きましょう。で、最後のフォードに行きます。ここが、結構あれかもしれないね、失敗する可能性が高いところだと思います。ゾンビはやっつけられるんだけれども、スティービーのあの制限時間ですね、あれが結構短いので、あ、やばいと思ったけどもう間に合わないみたいなねことがあり得るので、スティービー真ん中の列車に溜まるゾンビだけ結構気をつけてください。かなり早めにやっつけないといけないと思ってれば大丈夫です。で、ブールとかまあやっつけて、弾がないんだよね。まあ、弾補充よりこっちの強ポジに来て迎撃という方がまあ安心かなというところです。弾がセカンダリーでもあるんだったらセカンダリーを使っていきましょう。ヘビーウェポンとかね。で、武器はまあ私はもう揃っているので OK で、ブリーチングチャージがもしあるならここを開けられます。で、ブリーチングチャージ、この上にこの真ん中の隅っこ、ここにあることあるので一応チェックしてみてください。で、ロケットランチャーとかグレポン、これがかなり重要になってきます。スティービーのところに溜まっちゃったゾンビをやっつけるのに使うと思って温存してください。それ以外のことには使わないということでいいと思います。で、ドリルは1人でドリル使うっていうんだったら、まあ、フィクサーとかメディックとかでマスキングが自分にあるというのならいいけれども、そうじゃないんだったらそのスイッチを押している間後ろを誰かが守ってないといけないので、
ほったらかさない方がいいとは思います。なかなか下から守るのは難しいので、一緒に上に上がっちゃってください。まあでもそこまでしてドリルやる意味はないので、ドリルが2本あるんだったらね、全員で上に上がっちゃってドリル2本バー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 やってれば全部やっつけられるんだけど、ドリルが1本しかないんだったらここで丁寧にスティービーのこの列車にね来るやつらを迎撃していくというのが重要です。最初の来るやつらはヘビーエポン使わなくても多分大丈夫なんだけど、まあちょっと溜まってきちゃったのでやっつけましょう。このあとね、このあとスティービーの列車両側にバーってゾンビが来るので、これはヘビーエポンでも何でもいいので高火力で一気にやっつけるというつもりでいいと思います。とにかくここでゲームオーバーになる可能性が高いです。スクリーマーやっつけられない。あれなんで知らないのあのスクリーマー硬いぞ。ナイスナイス、 OK だね。まあ私のグレポンでなんとかなるでしょう。片側だけならねこうやってやっつけられるんだけど、なんか結構こっち危ないね大丈夫か、こっち側。ナイスナイス、やっつけたね。これであとはどうする。でサイドのやつらはまあちょっと余裕があったらやっつければいいけど、じゃないとあそこに溜まってる山がなぜかスティービーの列車の方にわら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 来てカウントが止まらないみたいなことあったりするので、両側ねあんまり溜めすぎない方がいいかなという感じです。あでもこれで終わり両側に溜まったやつをちゃんと迎撃できればそれで終わりということになります。クリアできるときはこうやって早いんだけれども、できないときはあそこでタイムリミットが来てはい終わりということになるんじゃないかなという印象です。よかったら参考にしてみてください。の影が迫る、アップできても仲間外れ、英知強だぞ本屋で、まぶたを閉じるチームを組んで立ち向かえ、生き残るため戦うんだ。ゾンビの波を食い止めろ、最高難易度にサイレンサーらしいエリアの外で倒れる仲間、スナイパーの一発決める瞬間、なぜか裸のラッカー、希望をつなげ進み続けろ。仲間と共に立ち上がれ、ジャカルタに接近する波。